漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。今回もやってまいりました。ガチャのお時間でございます。というわけで、襲来カウントダウン祭り開催記念ウルトラデラックスガチャ。早速回していきたいと思います。前回の動画で新スタイルについての考察はしてますので、よろしければそちらもまた後でご覧くださいませ。というわけで、今回のウルトラデラックスガチャはピックアップが4体。ウルトラデラックス限定スタイルはグウェーンとアウナスの2体。そしてプラオチスタイルでゼノン様とパパウですな。まあ、今回の新ガチャは基本的に微妙なスタイルが多いので、スルーされる人も多いガチャではないでしょうか？ 3 月のお祭り前に、スルーできるのは大変ありがたいですね。が、2周年のグウェインをお持ちの方は、残念ながら引くことを強いられることになるガチャですね。はい、私もその強いられることになってしまった一人でございますので、グウェイン狙いで、今回のガチャを引いていきたいと思います。あ、他の3スタイルは、興味ないので結構でございます。ある意味このイラストのパパウには興味がありますが、いろんなところですでにネタとして、扱われてるみたいですね。どうでもいいですが、このガチャのバナーを見ても、グウェインの雷撃を、食らって、って言ってるようにしか見えません。今回のパパウの活躍の、場所は、どこかのクエストではなく、コラ画像としての汎用性の、高さかもしれませんね。さてそれではサクッとガチャっていきたいと思います。今回もいつものように優勝ステップ50連だけ回します。で、50連までにグウェインが出たら即撤退。でなければ、ガチャ最終日までおはガチャで粘りまして、最終日に天井覚悟で分回してまいります。が、できれば天井は見たくないですねー。月末からのフェスラッシュに、備えてジュエルは温存したいところです。では、まずは本日のおはガチャから回して、参ります。赤じゃないのでおはガチャという言い方は正しくないですが。ではでは、1日1回の優勝単発ガチャ、引くぞー。マコですか。でも、マコもたまーに仕事することありますから。私はヨロさん、金はない。ワンチャンあそこで出てくれたらなぁと思ったのですが、それはちょいとスイートな考えってやつでしたね。というわけで優勝ステップ2、突入でございます。まずはステップ1、優勝ジュエル3000個で、10連でございます。では参りましょう。襲来カウントダウン祭り開催記念ウルトラデラックスガチャ、グウェインを狙って10連目、ステップ1、引くぞー。って誰も横切らず、こいつは、寂しいでございますなぁ。しかし逆に熱い説、さあ出てこいグウェインちゃん。10連目は見事な爆死。さてさて次に参りましょう。続きましてステップ2、無用の10連ですな。マコですか？でもまだまだわからんよ。マコだってたまには仕事することあるんですよ。2枚抜きに期待したんですけどねー。そういや、最近見てないなー。
20連目も爆死。さてさて残り30連となりました。なんか連続で引き続けると、悪い流れを引っ張りそうなので、ここで一旦流れを変えるために、一度ホーム画面に戻ります。まあちょっとしたおまじないみたいなもんでございます。さて空気の入れ替えをして、ステップ3、30連目でございます。ステップ3は優勝ジュエル2000個で、10連ですな。そして再びマコ。でもまだまだわからんよ。マコだってたまには仕事することあるんですよ。ほんと、たまーにでございますけどね。阻まれることなく30連で、終了。これにて撤退でございます。これで完全体グウェインの、完成でございますな。今後は集会でがっつりと、活躍していただきます。どうやら9の2の4ならグウェインの、技ランク上げしながら、お着物に枠で集会できるみたいですので、気絶集会は置いといて、早速育成してきます。というわけで、お目当てを引き当てることができて一安心。これにて私のウルトラデラックスガチャ動画は終了、と思ったのですが、ステップ4の無料分がまだ残っていましたね。というわけで最後にステップ4を、引いてさよならでございます。残念ながら誰も横切らず、静かでございますな。しかしロマサガのガチャは引いてみるまでわかりませんから、というわけで何か出てきてくれたら大変喜びます。てなわけで、グウェイン一点狙いのウルトラデラックスガチャでございました。皆様が神引きできますよう、草葉の陰から祈っておりますぞ。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。